ボーセハウスは5月19日に大阪、ゼップエネイエンビ。A でライブツアー、ライブツアー2018フライトのファイナル公演を開催した、ボーセハウス、LI。ベイツアー2018フライト大阪、ゼップ NA。MBA 公演の様子、4月にリリースした最新アルバム、フルグ。HP を携えて、北海道、愛知、東京、大阪を回った、ボーセ H。ボーセ、メンバー6人全員が、シンガーソングライターとしても活。どうする彼らは、巧みな演奏とコーラスワークでオーディエンスを楽し。マセ、ボーセハウスはいつも曲を作るときに聴いてくれる皆さんのことを想像しながら作っています。どんなときにのう。無のかな、どんなときに立ち止まるのかな、なんて考えながら、今。回のアルバム、フライトには特に、そういう思いが詰まってま。とアルバムに込めた思いを語った、ボーセハウス。ライブツアー2018フライト大阪、ゼップ。ナンバー公演の様子、ライブの中盤で彼らは、アイコの、カブトムシやスマップの、夜空の向こうカバー、チャゲ。アンドアスカの、やややが演奏されると、会場は大合唱に包まれた。6人はアンコールで1人ずつマイクを。1人、オーディエンスに向けて思いを述べた。渡辺修平。は、メンバーの入れ替わりを繰り返してライブをする時の楽器。編成も大変だけど、みんなのいい顔を見るために頑張ってきまし。本当にありがとうと感謝の思いを語る。さやかは私の音楽。あ、ボーセハウスなんです。ボーセハウスの1。インになる前は会場のみんなと同じ場所にいて、それまでは OL をしていて、毎日同じことをしていて、何をしていいのかわからない。時にボーセハウスに出会って、メンバーと一緒に音。楽ができて嬉しいし、来てくれるみんながいるので、本当に幸せで。すと、時折涙で声を詰まらせながら、言葉を伝えた。最後には、工藤秀。平らが壁に当たった時、何かを諦めなくてはならない時が、あると思うんです。僕らも同じです。そんな時、僕たちを支えてくれてるのは皆さんです。いつもありがとう。あいつらも頑張ってるなら私も頑張ろうと思えるような毎日を一緒に過ごし、抵抗と挨拶を締めくくる。そして彼らはラストナンバーとし、最新アルバムの収録曲、笑顔の花を披露し、ツアーの幕を下ろした。